2対0勝ち点3を手にしました。どう改めて振り返られるでしょうか。いや本当にあの選手の頑張りに感謝するとともに、やはり今日ね本当にあの多くの方々が本当にスタジアムに足を運んでくださって、我々をバックアップね、あのやはりし続けてくれてる、やっぱそこの期待に、まあ、少し今日は応えられたのかなというところで、あの非常にあの嬉しい気持ちです。90分を改めて振り返っていただきたいんですが、前半なかなかやりたいことがやらせてもらえない時間帯長かったかなと思いますが、このあたり監督どうご覧になってたでしょうか。そうですね、まあ、あの試合の入りの流れのままちょっとこう 修正というか、ジャッジのところが少し不安定であったとは思うんですけども、まあ、でも、何でもいいというわけではないですけども、そういう中でいくつかはチャンスのある中で、まあ、IPK もあったりだとか、まあ、あの違う形での得点ではあったと思うんですけども、あの非常にそういう意味でも献身的にあの選手が本当に取り組んでくれた結果だと思いますし、まあ、後半はそこが少しね修正された部分もあると思うんで、あのいい、それぞれ役割を果たしてくれたと思いますし、あとは交代選手がやはりリズムをやっぱり掴んでくれたなというふうには思います。今日の試合を通して次につなげていきたい部分、積み重ねたい部分、具体的に教えていただけますか。そうですね、まあ次に今日の、まあ、今日勝ったことをね、やっぱり少しでもやっぱり勢いに、乗っていけるようにまずはやっていくことですし、で僕らは決して勝って負けたで何かやることがぶれたりだとかそういうことは絶対にないので、やっぱり自分たちのこう貫くところはしっかり貫いて、その中でやっぱり勝ち点をね取れるように、そうじゃない姿ももちろん90分の中では必ずあるので、まあ、そういうのも含めてトータルで勝ち点3をやっぱり取れるゲームを90分間でしっかりデザインしていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。